いやー、刹那圭介だよ。前回セーブしたところがめっちゃ前だったんで、切るところを間違っとったんで、まあカットしてここまで進めてからスタートしたいと思います。刹那圭介です。可能性ステータスチェック。風見隼人がこういうや、ちょっとすごい病んでる状態で始まります。装備いけるんかな。装備もうちょい、傘はスピード重視か、攻撃力の方が欲しいね。傘の方がいい。よし、よっ、カバン、よし。じゃあ行きましょう。この先に何があるか分かりませんが、もうここで準備整えさせられるってことは何かあるんでしょう。何が待っている？何もいない。何もないね。拍子抜けだぜ。じゃあなんでステータスチェックさせられたんだぜ。これからどうしたら。違う、俺じゃない。俺のせいじゃ、俺のせいじゃない。俺は関係ない。関係はないけど、うん。ただいま列車の安全確認を行っております。まもなく発車となります。お急ぎのお客様にはご迷惑をおかけします。やったじゃん、走るてよ。よっしゃー。 あれえ、ちょっと待って、何この、何ローブの男が出てきたんやけど。何これ、魔術師が出てきてる。黒魔術師がよう見たら青やな、これ青魔術師とか聞いたことないよ。もう時間がない。お前らに最後の審判を行う。最後の審判だと。そんな RPG みたいな話持ってくるな。ここは現実だ。何なんだよ、何が起きてるんだよ。もうなんだか、何が何だかわからないよ。安心しろ、もうすぐ全てが片付く。ってことは、その通りと言えばいいのだろうな。お前たちを襲ったのは私が突き出した念だ。念だと？念動力を持つ神なのか、お前は。お前たちをここに閉じ込めたのも私だよ。気まぐれだよ。え、どうしてこんなこと。この世界に正義を取り戻すためだ。意味わかんねえ。それとこれと何の関係があるんだよ。私が正義が大好きだった。いや、今もそうだろう。ジャスティス、正義は勝つ、努力は報われる、善行は巡り巡って自分のもとで帰ってくれ。誠実な人はいつかきっと幸せになれる。ずっとそう信じて生きてきた。そして行動してきた。一度たりとも規則に反したことはない。どんな時でも財政堂々とやってきた。嘘をついたことなんて一度もない。悪は見つけ次第正してきた。さあ、私の存在そのものか、正義ジャスティスだったのだ。ミスタージャスティスを呼びたまえ。世の中には悪人もいる。私は幾度となく騙されてきた。それでも私は信じてきた。私が正義ジャスティスを体験し続ければ必ずや人々も正義に目覚めるだろう。ジャスティスは、悪は撲滅され、善人の社会が生まれる。私は幸せになれるのだと。しかし私は死んだ。それでも身勝手な悪人によって殺されたのだ。こんな不条理があっていいものか。やっと私は気づいたのだ。悪は癌だ。決して自分から消えることはない。この世界は信じるように騙す方が得をするようにできている。騙されてそれに気づいた人間は次々に悪人になっていく。許せない。悪人は消さねばならない。自分の幸せな目を考える人間だと知るべきだ。そして私は夢があった。しかし力には限界があった。私一人の怨念ではお前たちを隠すのが精一杯だったのだ。そしてこの世界にすらも時間が経てばお前たちをとどめておけなくなる。だからその前に私はお前たちの前に姿を現した。ずっと行動は観察させてもらった。最後に時間にあって判断下そうと考えた。お前たちが善人か悪人か、お前たちが生きるべきか死ぬべきか、
生きて帰りない、生きて帰りたいなら、ちか。今後一切の過ちを犯さないと、ちか。悪の一切存在しない世界にすると、ちか。誓うことができないなら死ぬだけだ。キチガイがいる。てか俺喉痛い。この声出し続けたけど喉が痛いぜ。お、BGM がヒーロー性のある感じにね。ふざけんなよ。なんだか知らねえけど、勝手な正義を押し付けるな。勝手な正義を追い、俺たちを巻き込むな。確かにあなたを殺した人間は悪い。でも本当の正義は人を殺す？そんなの腹いせにしか聞こえないよ。大善の前には小善は悪となるのだよ。悪人を守るなどつまらないことだ。完全なる正義のためなら、ジャスティスのためなら、私は何人でも殺そう。命を大切にすることが小善？そんなわけないだろ。独裁政治みたいなものだよ。うまくいくはずない。違うだろ。命ってそんな存在に扱っていいものじゃないだろ。僕たちが何をしたよ。悪はどっちだよ。やはりお前たちは失格だ。正義よりも命を選ぶ、そんな人間はいつか必ず罪を犯す。世界のためにここで死んでもらおう。反逆は罪である。ジャスティスフォース出た。サイガー、こいつを倒せばいいんだろうな。もちろんです。二人か、二人で倒せるのこれ。まあいいや、ビートダウン、ビートダウン。攻めろ攻めろ。周りの気温上昇させてくるって魔術師じゃん。錬金術か、それとも。怖いぞこいつ。裁きを与えるのがこの味か。そんなのエゴだよ、エゴだよ。それはおいらの武力でどうにか介入してお前を止めてやるぜ。全てに恐怖を。あー、隼人混乱するな。前だけ見ていろ。あ、回復しちゃった方がいいかもしれない。もう終盤やけん、もう結構戻そう。おにぎりを食っとけ。隼人、おにぎりだよ、おにぎり。鮭が入ってる鮭。そしてビートダウン、もうこの魔術師よ。異界で魔術師独断集団を。独断集団、独断集団ってなんだな。矛盾しそうでないか。やばい、隼人。おにぎりもう一個、今度は昆布じゃ。行くぞこら。俺らがこいつを止めない。誰が止めるんだい。隼人、俺もおにぎり壊してくれ。梅干し、どうした、殴れ。二人じゃ結構時間かかるだろうけど勝てるぞ。なんか減っとったな今。何が減ったんだろう今。 MP 減ってる。 MP 何に使ってるかわからんけど減ってる。あ、そうだそうだ、 MP といえばなんか特技にあったな。酒で、あー、ダメージこんなに大きいなかった気がする。通常攻撃の方が攻撃力高いじゃないか。しかも3倍ぐらい。ハヤト困惑するな。やばい。ハヤト先に缶ジュースで回復させてもらうわ。精神の方でないか、それいらんやつや。いらんポイントの方回復してしまった。違う、これじゃない、これじゃ。売れ残り、ハヤト大丈夫。倒した、ハヤト最後決めた。やったじゃん、やったじゃん。ハヤトこいつに目に物見せてやったじゃん。よっしゃー、いや、やった、勝ったんだ。二人で勝ったんだよ。僕は勝ったんだ。やったよみんな、僕が救世主だ。え、何の音、なんかあるん。おう、アナウンスやな。まもなく終点、ミサーナ、ミサナです。やったじゃん、電車動いてる。降り口は左側です。本日は当列車をご利用いたし誠にありがとうございました。やったー、生還じゃー。これは生還の兆しが見えてきたぞ。やったぞ。夢を見ていた。嫌な夢だった。現実ではありえないような悪夢、それでいて
現実と間違えるほどリアルな悪夢。緊張感が抜けていく。窓を開けて部屋の空気を入れ替えるように。代わりに疲労感と安堵と、それからそれから、いろいろ混ざったものが入ってくる。そう、すべて夢だったんだ。そうに決まってる。あんなこと現実に起こったはずがない。みんなが座っていないのも説明は簡単だ。もう終点だから。終点は町外れだから。終点まで乗っている人なんてそうはいないから。どうして眠ってしまったんだろう。貴重な時間を無駄にした気がする。降りる前に起こしてくれたっていいのにさ。じゃあね、くらい言いたかったのに。開きました。得体の知れない黒いものが頭の中をよぎる。さっさと忘れよう。嫌な夢は、僕が今いるのは平凡な現実なんだから。外か。うわあ、二人で生き残ってしまったよ。誰、三人とも、仲間になってくれた三人とも助けることができずに。そうだよ、すべて夢だったんだよ。夢でよかったー。本当に夢でよかったー。夢を見てるときはそれが夢であることに気づかないものだ。気づいていればどんなに滑稽だっただろう。笑い飛ばしてやろう。わずかに残った不安も明日になれば吹き飛ぶさ。明日になればみんなに会える。隼人にも、早く帰れば綾乃さんにも、もしかしたら加奈さんにもきっと会える。さすがにこの話をするのはまずいかな。ちょっと不吉だもんね。とにかくさ、僕はこうして生きている。みんなも家に帰ってる。それが事実だろ。うん、明日みんなに会うのが楽しみだ。うっほーい。その時僕はあまりにも愚かで、あまりにも迂闊だった。視界には入っていたはずなんだ。でも僕はそれが何であるかを認識しなかった。気づいた時にはもう遅かった。やー。では次のニュースです。先ほど三沢町四丁目の交差点で、三木高校1年生の水木、誠さんがトラックにはねられ死亡しました。パパッパパ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 。歩行者側の信号は赤だったという目撃者の証人もあり、警察はトラック運転手から事情を聞いています。テンション上がりすぎて赤信号をみんなで分かればトラック怖くないよ実行したじゃないか、一人なのに。バードエンド3、たった一度の過ち。じゃーん。これがあの青マントの言おったやつこのかもしれんな。なにこれ、え、なにこれ、あ、おまけこれ、救出ヒントとかある。そうか、ちょっと聞いていこうかな。かなさんかな、車内での携帯電話。かなさんちゃうでこれもう一人の方だ。で、携帯電話はそれだけかい。車内での携帯電話、そうかそうか。確か優先席の近くではかけないようにしましょうとか言おったな。ってことは、優先席の近くでかけんかったら、あの死はなかったんかもしれんな。なるほどな。そういうことね。キーワードは時間。なんとか戦闘に勝利。わからんの？わからんぞ。時間とかわからんぞ。こんにちは。あ、作者さんだった、これ。作者の、やくつです。話をする前に周りから攻略ヒントを聞いておくことができますけど、聞いておきますよ。もう一人、おっさん。おっさんの救出ヒントって何やろ。阿久津は虫が嫌い。隼人は甲虫が好き。だからなんだい、知らんがな。確かに虫嫌いで潰しちゃったな。
だから何なの？え、わからん。全然わからんよ。サルシャさん、話をしろ。たった一度も過ち。このエンディング条件は3人以下生存でクリア。一応、一番のバッドではなかったんかな。全員死んでのバッドエンド、一番のバッドエンドってあるんかな。これ以上のバッドエンドあるんかな。わからんけど。デスエンドあるで、やっぱ。デスエンド3を除けば、多分大勢の人は1回目のプレイでこのエンディングを迎えるんじゃないかな。俺もそうだった。とりあえず次は、バッドエンド1か、デスエンド2を目指してください。条件は3人救出。3人救出したら、バッドエンド1になるし、展開的にはデスエンド2にもなるんだ。デスエンド、多分、デスエンドはあれやな、青魔術師に負けたら、デスエンド2とかになるんじゃないかなって思う。要するに、歪んだ正義。独裁正義やな。独裁政治じゃなくて、独裁正義やけんな。に、やられた時に、デスエンドに入っていくパターンだろう。グッドエンド。2周目用アイテムとかくれるんこれ。もらおう、もらおう、もらおう。イベントスキップが使えます。道具から。やったね。やったね。いらんけど。いらんけど。あ、そんでもって、冒頭にいきなり戻ってくるんじゃ。じゃ、というわけでね、じゃあ次回から2周目、一番いいエンディング、トゥルーエンド、全員生存のエンディングを目指して頑張っていきたいと思います。可能性の実況、まだまだ続きます。2周目をやっていきたいと思いますよ、次回から。というわけで今回は可能性、1周目最終回ということで、お疲れ様でした、とりあえずは。次回からも続くんで、どうぞご視聴いただいて、いきたいと思います。というわけで、シーワゲ。ふぅ、やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーク。